はい。えっと、笑顔とのの教科書、今週も始めていきたいと思います。まずはお詫びから。そう、私ね、てっきり Facebook なお菓子グループに先週分アップしてるつもりでいたんですが、先週分アップされてなかったみたいですね。ごめんなさい。まあ、そんなわけで、先週分は、 えっと、概要欄というか、コメント欄に、えっと、リンク貼っときましたので、先週分をぜひお聞きになりたいって方は、まあそちらからご視聴ください。はい。まあ先週はね、実は7本もあって、まあ7本収録してるうちに、だん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 なんかもう、あと何が何だかわかんなくなってきたみたいな。 ついでに風邪気味で、そう、朦朧としたということを言い訳にさせてください。まあ、今週もですね、えっ、ー、と、全5本ということで、5本もあんのかよ、みたいな感じなんですが、まあ、なるべくね、足早に、えっ、ー、と、1時間以上にならないように、さそさか、サクサクサクっとやっていきたいと思っています。はい。そん中で、えっ、ー、と、今週のラインナップは、まあ、たくさん。 <laughs> まあ一部ね、今週のあの金曜日からで、今日からではなくて明日から公開っていう映画ももりえますので、えっと、お気をつけてください。でこのえっとポッドキャストは Facebook 長岡市グループ、長岡市、てか Facebook にある長岡市グループにアップすることを前提としてえっと作られています。はい。で、えっとですね、えっと、t 上位長岡に関する最新の映画情報をお話してるんですが、まあ大 対日本中のシネコンで公開されるだろうというような。まあ、映画がまあ中心のラインナップですので、まあまあまあ、映画ファンの皆様、最後までお聞きいただいても全く損はないと思います。はい、ただね、えっ、ー、と、最よりの映画館で上映される映画がないっていう場合もありますので、ぜひね、あの、そこらへんは。えっ、ー、と、ご了承ください。はい。 で今週5月19日から t 1に長岡で公開される映画なんですけどもまあまあまあなんとなんと先週が7本だったので、まあ、今週は3本ぐらいかな,ーなと思ってたらまああのー、方針が変わったんですかねまあ去年はね多くても4本まあ5本ってことはありましたけどまあそんなにめちゃくちゃ多いってわけじゃなかったんですけども最近はあのものすごい多いですねそう一本一 日本の単価が下がるんじゃないかなと思うんですけどどうなんでしょうかねはいまあそんなわけであそうそうそう今日はあの今週分はまあ最後にちょっとねまあ残念なお知らせをお話ししなきゃいけないですはい6月16日が X デーとなりましたはい <laughs> そんなわけでですねえっ、ー、と早速今日の一本目は宇宙人のアイスからやっていきたいと思います はい。この映画はですね、おそらくコメディ笑いあり涙ありのコメディだと思うんですけど、まあ予告編しか見てないので、何ですか、あ、そうそう言い忘れてましたが、私はね、えっと、予告編しか見ないでお話してるので、予告編と映画 .com の内容を見ながらお話してるので、まあ本編とちょっとずれてるところがあるかもしれませんが、まあそこら辺はご愛嬌ということで許してください。 で、この映画はですね、まあ、ああの、横系見る限り、コメディタッチの笑いあり、涙あり、みたいな、ま、あ感動、ドッキューみたいな。<laughs> 最後は、もう、畳み込むように、もう、感動の嵐を突きつけていくような映画ではないかなと思っています。はい。まあ、宇宙人のあいつっていうタイトルからしてね、なんか、あの、えっと、もしかしたら、なんか、あの、えっと、原作漫画があるのかな、なんて思ってたんですが、ま、あそうではないみたい。うん。 そうでですね、えーと、内容はというと、宇宙うんと地球人になりすましてきた宇宙人が地球を離れるまで3日で人間としてあり残したことに奮闘する姿を描いたコメディ <laughs> 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 映画ドットコムの,あの解説、なかなかいつもねあのウィットが効いててあの分かりやすいんですが。まあ この説はちょっと残念な感じですね <laughs>。そう。まあ、要するに、あの、ずっと地球人になりすましてきてた宇宙人の子が、えっと、地球を離れるまであと3日しかないっていう風な中で、まあ、人間としてね、宇宙人で、だけど、人間として生きてきた中でやり、残してきたことを、をなんとかやりきろう。そうして、最後はさよならという展開になっていくような映画です。はい。 えっとね、人間の生態調査のために23年前に土星から来た宇宙人は、真田家 4, 4兄弟の次男、秀夫として、えっと、長年、夢二、長,、えっと、長男、夢二、長女、祖の、えっと、三男、えっと、えー、これ、なんて読むのシモン、シモン、シモン、シモンだろうな、と暮らしてきた。 そう映画と,とえ家族というものがわからないヒデオは、イメージから家族とは自分よりも大切なものであることだと教えられる。真だけはさまざまな問題が起こる中、ヒデオが地球を離れる日が近づいてくる。ヒデオは残された時間をあと3日、人間としてやり残したことをやり遂げるために、ヒデオの地球での最後の奮闘が始まる。という話で、えー、っと、まあ、117分の日本映画ですね。うん。 そう。まあ、そんな感じの映画なんですが、あの、何が見どころなんだろうね。<laughs> やば、さっにちょっとなんかちょっと、えっ、ー、と、言葉がどきついよね。もっと愛を持って話をしなきゃっていうふうに、本当心の中で <laughs>、そう、あの、つぶやいている、います。はい。まあ、あの、どっちにしても、まあ、きっとね、最後はまあ、さよならっていうことだと思うんだけど、 と、まあ、やっぱり地球に残りますなんていう、あの、オチだったら、ま、あだいぶ行くだらね、きっとこの映画。そう。まあ、なので、まあ、最後はもうほんとなんか、感動と共に、あの、うんと去っていくっていうような流れになると思うんです。そう。だからま、ああの、感動、あの、どんどん気持ちを盛り上げていって、最後は感動ドッキャン、ギュアーボロボロボロ,ボロという風な感じの映画であることを祈りつつ、はい。コミュニー映画ね。 えっと、最近見てないから、まあね、私もあの、アマプラに出てたら見たいなぁ、なんて思ってます。まあそんなわけで、ぜひね、あの、うんと、最近涙を流してないっていう方、はい、笑いながらたくさん涙を流すために、この映画をご覧ください。そんなわけで、1本目は、えっ、ー、と、今週の、えー、と19日から公開の、えっ、ー、と、日本映画、宇宙人のあいつでした。 さて、2本目も日本映画です。今週はね、邦画が多いかなそう、うん。まあまあ、毎回邦画が多いですけどね。はい。えっ、ー、と、2本目は最後まで行くです。さあ、この最後まで行くなんですが、まあ、ね、このね、チラシと とかまあウェブの第一印象だけ見ると私に、ね、韓国映画かなとか思ったんですよ。まあ、予告編を見たところ邦画だってこと分かったんですが、そうなんか韓国映画っぽいシチュエーションというかまああの雰囲気を感じるんです。うん。まあ私それほどね韓国映画もいっぱい見てるわけじゃないんですけども。 なんかちょっと独特な感じしますよね。韓国映画と日本映画と韓国映画はやっぱちょっと違うんだなっていう風な感じがするんですが。はい。えっと、よくよく調べてみると、これね、2014年に同名の韓国映画があって、その日本語リバイバルバージョンということになっています。あの、えっとまあ、映画ファンならば、 えっと、両方見て違いを探すなんてのも面白いと思うんですよね。はい。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、えっと、日本語版の、えー、っと、最後まで行くをちょっとね、解説していきたいと思うんですが、そう、ん、えっとですね。まあ、ちなみに、えー、っと、2014年に公開された韓国版の、えー、っと、映画 .com の評価は3.7でした。まあ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 、まあ、 そんなひどいわけじゃないですね。もう2.5とかなるとまあ残念だけど4.0以上はまあまあだいたい誰が見てもまあ面白いんだろうなというような映画だと思っています。はい。まあその韓国版のえっと内容はこんな風に書いてありますね。えっ、ー、と、引き逃げ実行の隠蔽工作を図った刑事が局地に追い込まれてて行くと行く姿をアバンチュールは、アバンチュールはパリでの えっと、イ・ソン・ギョン主演で描いたクライムサスペンス。殺人家の刑事ゴンズは、ゴンズは母の葬式の日に急な連絡を受けて慌てて警察署へ、へ、えっと向かう。その途中、不注意から通行人の男を跳ねてしまった彼は、男の遺体を隠すため、母の棺桶家に入れて一緒に、えっと、埋葬するという、する、 ところが事故の一部始終を目撃していたという男、謎の男、チェーミンから脅迫を受けるようになり、次第に追い詰められていく。っていうことで、なるほどね。うんっていう感じなんですが、まあこれ日本語版になると、まあどういう風になっていくかというと、まあ大筋は変わりませんね。はい。大筋は変わりませんが、えっと そうまあ,あの日本は土葬ではないので、はいまあ、そこが仮想になってるってくらいかな、はい、ある日のある年の瀬の夜刑事のうんそう刑事の工藤は工藤は危篤の母のもとへ向かうため雨の中で車を飛ばしていたが妻から着の着信で母の最後に間に合わなかったことを知るそしてその時 車の前に現れた一人の男を跳ねてしまう。工藤は男の遺体を車のトランクに入れ、その場を立ち去る。そして男の遺体を母の棺に入れ、母と共に体調で焼こうと試みる。しかしその時スマホに、お前は人を殺した。知ってるぞというメッセージが入る。送り主は警察本部の警察官で、矢崎。で、工藤は矢崎から追われる身になってしまう。 ということなんですね。まあまあ、大筋は変わりませんけど、まあね、日本らしい設定に変えてあるというところでしょうね。で、今、118分の東宝作品ですね。監督は藤井道監督。で、工藤雄二役が、えっと、岡淳ということなんですが、どう、うんうんうん、そう、クライムサスペンスね。そう。まあ中国やフランスでも各国でリメイクされてるみたいですね、これ。うん。 だからまあ、あの、まあ、えっと、その原作元になったまあ映画、韓国,国映画が、まあ、非常によくできてたんではないかなと思います。はい。まあ、それが日本語でどういうふうに、日本場でどういうふうに <coughs>、リメイクされてるかっていうのは、まあ、すごく見どころだと思うんですよね。うん。まあ、ぜひ、あの、うんと、 えーまあ、ちょっと調べてないんですけどね、まあ、アマプラかなんかであの、うん、と過去作、まあ、こうやってねあの、うんと、連携してる作品が映画館上映されるとき結構アマプラ、あのサクッとうまく、えー、と過去作なんかをあの、えー、と無料あのアマプラ会員限定無料公開でやってるので、まあ、出てるかもしれませんね。まあ、そんな中であのぜひあの見に行く前に えと韓国版を見ててみたらいいいんじゃないかなかと思ってます私はね、どっちかっていうと、韓国版だけ見たいみたいな。<laughs> そう私もこれからね、あの、これの収録終わってから韓国版を探してみたいと思ってます。さあ、次の映画は、まあ今日はね、たくさんいっぱいありますからね、まあサクッといきましょう。次の映画は、暗そう、うん、これです。シナプシュの映画です。 はいまあ、シナプシュをご存知の方もご存知もない方も、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですが、はいまあね、一部では大人の女性ファンもたくさんついていると言われるあのシナプシュですねテレビ東京系の放送で乳児ーー向けの番組シナプシュの映画化なんですが、まあ、このシナプシュねあの実はあのサブテーマというかまあ あの、こんな風に書かれてるんですよ。スナップ集初の映画化。まあ、これはわかりました。はい。0歳から楽しめる初めての映画体験。そう。まあ、幼児向けの映画で、まあ、50分なんですけども、まあ、0歳から楽しめる映画体験。要するに、まあ、生まれて初めて見る映画にどうぞというようなことですよね。言われてみれば、あの、単独の映画として、えっと、本当幼児から見れるような、あの、赤ちゃんからね、見れるような映画っていうのは、まあ、 いないですよね。まあ、どっちかというと、まあ、私もね、ちいちゃい頃から、あの、映画館に連れて行ってもらえたんですけれども、えっと、まあ、うんと、まあ、赤ちゃんがいると映画が見れないっていうような、まあ、映画見たいけど、まあ、集中できないっていうお母さんたち、ママさんたちは、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そもそも、あの、ね、あの、 0歳ぐらいの赤ちゃんがい、ね、て映画を見に行く余裕なんかあるのか <laughs> そう、そう、もう自分のあの赤ちゃんと自分の体のことだけを大事にしてくれというような時期でもあるんですが、まあね、0歳から始め、0歳から楽しめる初めての映画体験というような感じで、と、スナップスザ・ムービー、プッシュホップ日中ワールドっていう、が、あの、公開されます。 このね、えっと、この 0, へ0歳から見れるということを、まあ、パッというふうに無体文句に出してるっていうところに私は興味あかれて、まあ、ぜひね、見てみたいなっていう思う映画の一本なんですね。うん。そう。まあ、どうなんですかね。あの、うんと、えっと、まあ、あの、幼児向けとか、まあ、まあ、子供向けっていうような感じでもいいんですけども、まあ、あの、6月9日からね、えっと、 えなんだっけえっ、ー、と、セーラームーンのまあ最終章が全後編で公開されるんですが、まあ、セーラームーンといえば、まあえっと、伝説的なね、えっと、無印セーラームーンの,あの最終回かな。45話だったと思うんだけど、セーラー戦士が次々,次々に死んでいって、まあ、最後にはセーラームーンしか生き残らないみたいな感じの展開になっていく、あの、うんと、ものなんですが、うん。 その、当時ね、えっと、セーラームーンが今みたいにね、あの、まあ、セーラームーンも5年間ぐらい続いたので、まあ、徐々に徐々に見る年齢がどんどん,どん上がっていって、まあ、今ではね、世界中あの、大人も子供もね、セーラームーンファンにたくさんいらっしゃいますけれども、うん。えっと、ま、当初はね、えっと、女児向けの映画、あの、漫画ということで、えっと、女児向けの漫画なのに、 えっとまあね主人公以外がみんなねもうサブメ,メインねキャラがどん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 死んでいくっていうのはどういうことだということで社会現象になったっていうような、まあ、逸話があるあのうんとセーラームーンですけどもまあねセーラームーンもね、まあ、あのえっと R あたりからまああのもうえっと大人のファンもえっと、ね、えっと 注目するんじゃないかみたいな感じの作り方になってきてまあねあのいろんないろんな要素があってまあ大人になってみるとあのねうんとどうかなうんと男の子が見るんだったらまあ中学高校生ぐらいの男の子のが見るにはちょっとねこっぱずかしいような感じだけど大人になって男,男性が見るんだったらまあすごく面白いんじゃないかなと思いますねうん まあ、あの、うんと、大人に関係なく、年齢関係なく、まあ、女の子はね、あの、うんと、ウさぎちゃんを見るだけでキュンキュンしちゃうかもしれませんね。う,うさぎちゃんとマモちゃんを見るだけでキュンキュンしちゃうかもしれませんが、私もセーラームーン大好きです。はい。まあ、セーラームーンは6月は必ず見に行こうと思ってます。はい。<laughs> だんだん私の映画たちが緩くなってきたっていうふうに言われてますが、まあ、しょうがない。まあ、そんだけで、あの、話はシナプスも、 えっととうんとこれに戻るんですが、うんまあ、内容はね内容はええっと、まあえっとまこんな感じテレビ東京系の放送の幼児向けアニメシナプシュを映画化番組のメインキャラクタープシプシュは宇宙を舞台に繰り広げる冒険をオリジナルストーリーで描き番組でおなじみの仲間たちや人気コーナーも続々と登場する プシュプシ星でののんびりと暮らすプシュプシュの前にタオルから生まれた可愛い妖精ニュンが現れる突,突然のことに驚いたはずみにプシュプシュの片方のホップが宇宙の彼方に飛んでいってしまう困ったプシュプシュはニュンに励まされロケットに乗ってホップを探しに行くことに宇宙,は宇宙には ガッシャン星と空のライオン星、ヨロレイヒ星など個性的な星がたくさん噛んでおり、二人は行く先々の様々な仲間に出会う。俳優、えっと、玉木博士が、えー、と、本作の初登場となるキャラクター、ミュウの声を演じる。ということで、まあ、50分の映画なんですけれども、告編を見る限りね、なんかクレーアミニメっぽい、クレアアニメっぽい感じの、 まあなんかあのうんとまあまあみそういうふうに見せてるだけでまあフル CG なんだと思うんですがねえクレーンアニメで作ったらまああのうんと大変な時間と予算がかかると思うので予算はそんなかかるかもしれないけどまあ時間がかかると思うのでまあそこらへんねえもしかしたらテレビ放送のやつもまあクレーンアニメでやってるのかもしれないですけどうん。 まあ、あの、えっと、すごくね、なんか手作り感感じる、えっ、ー、と、アニメなんですよ。私ね、ほんとこれ、ちょっとね、あの、見てみたいなっていうふうに正直に思ってます。はい。まあ、そんなわけで、えー、っと、まあね、どうなんだろう。まあ、さっきね、セーラムーンの話をしたのまあ、オチをつけるの忘れてたんだけども、うんと、大人が考える子供向け、大人が考える乳児向けっていう映画が、本当に、この子たちが本当に楽しんでるのかどうかっていうのは、まあ、わかんないわけですよ。そう。 <laughs> だからまあえっとなんか大人の考えに支配されているのかななんていうのが、まあ、ちょっと思ってます、まあ、これもまあえっと現代の大人があのえっと赤ちゃんとかまあねえっと乳幼児乳幼児向けに映画を作ったならまああとアニメとか漫画を作った番組を作ったならまあこんな番組っていうのをちょっとね見てみたいなっていうのがまあ私の正直なところです はい。じゃあ次の映画はというと、こちらですね。ワイルドスピードファイヤーブースト。ワイルドスピードですか <laughs> すいません。私ワイルドスピードを一作も見たことない。うん。そう。<laughs> 正直言います。なんかね。 うんと、一作目からな,なんか全然気持ちが乗らない。<laughs> そう。まあまあ、それでももちろんワイルドスピード話してきます。ワイルドスピードはっていうタイトルがついてる映画に関しては、これが12作目です。はい。まあ、超シリーズになりましたね。そう。まあ、いろんなまあ車が出てくるっていうのも、まあ、 人気シリーズになった要因だったのではないかなと思うんですが、うん。私の曲が間違いなければ、まあ、当初はね、えっと、日本の、日本のチューニングカーなんかがいっぱい出てきたようなイメージなんですけど、間違ってたらごめんなさい。カー省ションが多かったような気がするんだけど、今はどうなんでしょう。自信ありません。<laughs> まあ、そんなわけで、えっと、ワイルドスピードについて、ちょっと、 えーと大前提みたいなところを確認したいと思います。ワイルドスピードってじゃあ何みたいな感じなんですよ。そう。ワイルド、うんうんうん。ワイルドは。ワイルドのスピード。 まあね、あの、うんと、喋りながら突然思いついて、あの、えっと、ワイルドスピードとはみたいな感じで検索したんですが、まあ、大いたこういうのはね、ウィキペディアを見れば、えっと、だいたい概要が出てると思うから、まあ、ウィキペディアを今、えっと、叩いて、えっと、出しています。はい。そう。で、まあ、ワイルドスピードを見たこと、全く見たことないって人、 あとは、どうなんだろうね。えっと、少数派どうだろうええー、まあ、まあ、好みもあるからな。そう、うん。でですね、えっ、ー、と、出てきました。うん。そう。えー、どこを読めばいいんんんうん、うんうんうん、あ、テレビシリーズもあったのね。そう。 ええー、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 えー、えー、うん、うーん、う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 ん、そう、アクション映画を中止のしたメジャーフランチャイズであるわ。まあ、それは分かった。うん、そう。カーアクション映画として2001年に第作ワイルドスピードが公開され、2003年には続編、2006年、うんとリブート、えー、と、 そう,うん、そうですねまあカーアクション中心の、まあ、映画ってことでまあ間違ってないみたいそう今更何言ってんだって言われそうですけどね本当ごめんなさいうんまあそこをあの事前に調べとけって感じですが、まあ、そこもごめんなさいはい早速解析解析じゃなくて解説読んでいきます 2001の年の第1作から数えて22年、メガヒットシリーズで成長した人気カーアクション、書いてあるんだから、カーアクションライトスピードシリーズの第、しかも10作目。うん、リブートとかいっぱいあったから、まあ、12作になってるんですが、私の中ではね。と10作目。パートナーのレティと息子のブライアンと3人で週間に過ごしたダーミニク。そして、そんな彼の前に、かつてブラジルで倒した、ま、役王レイエスの息子、ダンテが現れる。 そう。家族も未来も奪われたダンテは、12年もの間、復讐の炎を燃やし続けていたのだ。ダンテの陰謀により、デミニキの仲間たち、ファミリーの中は引き裂かれ、散り散りになってしまう。さらに、ダンテはドミニキから全てを奪うため、彼の愛する、愛する者へと矛先を向ける。なるほど。面白そうじゃないか。<laughs> そう。これ、全部見てると、全部話が続いていくのかな。まあこの えっとどっちかという、まあまあまあ、あの、たぶんね多、多分ね、まああの、うんと、ジュラシック・パークのシリーズよりは話が繋げやすいんじゃないかな。<laughs> そう。で、まあこれからも先続くんじゃないかな、なんて思ってるんですが、そう。まああの、うんと、まあ、映画もそうですけどね、アニメもそうですけど、まあ人気があるとどん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 予算もあの増えていくわけですよ。 だから、ま、こんだけ続いてるってことは、ま、あね、毎回予算がちょっとずつ上がっていって、まあ、あの、うんと、大きい、大きい、えっと、映画になっていくんじゃないかなと思ってるんだがですが、ま、あワイルドスピードを、あの、好きか嫌いかっていう,う、 もうね、もうこういう人気シリーズになると、ワイルドスピードを今から見るのっていうのもちょっとね、あの、かったらいなって思う方もいらっしゃると思うんですが、まあね、うんと、好き嫌いではなく、まあ勢いで見てみるっていうのがいいんじゃないかなと思っています。私も、えっと、長編シリーズになって、さ、途中から見たっていうので、面白いなっていうのは、やっぱありますよ。 そう、ありましたよ、過去に。そう、なんですかって言われると、何だったかなって思っちゃうんですけど、そう、すいません、また嘘をつきました。私はね、長編シリーズになったメガヒットシリーズとか、まあ途中から見るってことほとんどありません。<laughs> 最初から見て、ずっと見ていったけども、途中でやめちゃったっていうのはありますけどね。そう、まあ強いて言えば、あの、バットマンのシリーズ、うん、バット まあ、まあ全部見たわけじゃないですけども、バットマンちょびちょびと見た中で、まあ面白いのは面白かった。うん。そう、でもね、私はアメコミの映画は基本的に嫌いなので。ははははは。そう、すいませんね。本音がついつい漏れてしまいました。まあそんなわけで,ですね。ワイドスピード、ぜひね、皆さん、あの、えー、っと、好き嫌いせずに、えー、っと、これから見るっていう意味でも、えー、っと、見に行っていただきたいなと思ってます。 はい。で、次の映画から、えっ、ー、と、今週の20日。今日じゃなくて明日公開になりますね。映画です。来ました。イケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画。また来ました。多いですね。<laughs> 多いって、多いよね。うん。多いってことは、それだけ、えっと、やっぱり収入が取れるってことなんでしょうね。まあ、だって、行くとさ、イケメン ねイケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画って行くとね、やっぱすっごい入ってるもん。うん。しかも、何度も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 見に来てるっていう方が多い。しかもさ、ライブ系の映画は特に多いよね。何度も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 見に来てる方。うん。まあ、まあ、まあ、そんだけ、と、えっと、まあ、推しのね、 キャラクターがいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、これもね、えっ、ー、と、ライブ系の映画です。映画版ア、アイドリッシュセブン、ライブ、4ビット、えっ、ー、と、なんだろう。う <laughs> ちょっと読めなかった。ごめんなさい。そう。まあ、人気スマホゲームを原作とするメディアミックスプロジェクトアイドリ、アイドリッシュセブンの初の劇場ライブとなる映画アニメーション。そう。 まあ私もね、えっ、ー、とね、去年の暮れだったかに、えっ、ー、と、スマホゲームの、えっ、ー、と、何だったかのね、うんと、えっ、ー、と、イケメンホイホイおね、イケメン大好きお姉さんホイホイ系の、えっ、ー、と、ライブ映画を見に行ったんですよ。うん、もうほんとね、あの、えっ、ー、と、興味がない人が入っちゃったら、もう、アウェー感たっぷり。<laughs> まあね、あの、うんと、まあ、彼氏に連れられて、興味もない、あの、ライブに間違って行っちゃった彼女状態。わ <laughs> かるかなまあ、私ね、どんな音楽、どんな音楽でも、どんなあの、あの、ライブでも、まあ、行けばその場をもう全力で楽しもうと思ってるので、まあ、どう,いう映画でもね、まあ、基本的に全力で楽しもうと思ってるので、まあ、そんな、あの、えっと、まあ、機会があれば何でも聞いたり見たりするんですが、 まあ、あんなにね、アウェイ感を感じたライブは久しぶり。<laughs> そう、そう、そういえば、まあ、あの、この間もね、アキナちゃんのライブ映画見に行きましたけど、そう、うんと、まあね、あの、多分ね、これもね、えっと、そうだと思うよ。<laughs> そう、まあ、あの、うんと、ね、あの、うんと、スマホゲーム、 まあ、アイドル集成ブンもスマホゲームなんかの時代、有名な映画、え、ね、部類だと思うんで、えっと、まあ、知ってる人は知ってるし、まあ、キャラクターに思い入れがある人もたくさんいらっしゃると思うから、またね、多分ね、まあ、新潟県中からね、あの、TJ 長岡に集合するんじゃないかと思うんですが、これもね、93分の、まあ、割合と短い、そう、まあ、多分ね、全編、あの、えっと、ライブだよね、きっと、うん、ライブ映画なのね、 えっと、2022年末に公開されたブラックオブホワイトのライブショーダーンで熱く音楽バトルを繰り広げた4人組十六人の、四グループ16人の男性アイドルたち。センターの七瀬陸の歌唱力とメンバーの豊かな個性で人気を集めている7人組。えっと、アイドリッシュン。<laughs> 常に完璧に追求、完璧を追求するストイックな姿勢で他のアイドルたちにも アッツたちからも尊敬され3人組。Together! 数々の賞に輝き、絶対王者と異名を持つ2人組。リバル b 間違ったらごめんね。その大胆な不適な、不さで多くのファンを魅了する4人組。ゾールそれぞれ異なった魅力を話す彼らが同じステージに立ち、ダイナミックなパフォーマンスを演じ広げる。ということで、そう。まあね、ほんと。 <laughs> うんと、まあまあまあ、なんつうんだろうな。あの、今は映画館でもうライブ、ムービー結構あるじゃないですか。そう。まあ同じよ。うん。アニメだからどうだっていうわけじゃなくて、まああの、音楽はガンガン。そう。で、あの、人に、あの、多分ね、これ、あの、 入場時の、そのペンライトとかの制限とかも、まあ、あると思うんだけど、まあ、声出していいとか悪いとか、まあ、そういう制限があると思うんだけど、そこはね、ごめんなさい。劇場にお問い合わせください。そう、まあ、一応確認しようかな。確かね、あの、うんと、上映、見に行く日で、えっと、見に行く回とか日によって、内容もこれ違うんじゃなかったかな。 そう。ほんとね、何度も何度も足運びなさいっていう感じの、まあ、戦略を取られてて。そう。まあファ、ファンはね、まあ嬉しいだろうなそう。うん。 でも、あの、見たことないって人は、まあ多分ね、ほんとね、そのアウェイ感を感じるために行けみたいな。<laughs> 多分あのね、これをね、聞いている方にも、まあ YouTuber の方いらっしゃると思うんですが、えっと、コンテンツを、コンテンツ探しに、あの、いつも困ってる。あの、えっと、新しいコンテンツを作るのになんか悩んでるような皆様。 と、アウェイの映画を見に行ってみました、みたいな感じの映画面白いと思いますよ、これ。うん。で、えー、っとね、えー、いっぱいあるな。そう。えー、っとですね、20日、20日ね、初日、舞台挨拶があるんですね。すごいな。そう。うん。なので、まあ、ああの、大好きな皆様、えー、っと、ぜひね、えー、っと、応援上映もあるね。そう。えー そうと、必ずね、劇場に確認してから行くなりした方がいいんじゃないかな。うん。ありました。えっ、ー、と、劇中のライブ楽曲が異なる Day 1、Day 2の2つのバージョンがあります。そう。Day 1は、えー、と5月20日のみ。で、Day 2が、えーえー、と5月21日のみの上映。あれ、もしかして2日間しか上映しないのこれ。 ええ、そんなことないよねうん。これ2日間しか、え、あ、えー。D1、D2 のバージョンがあります。ほう。え、ちょっと待って、ちょっと待って。これ2日間しか上映しなかったらかなりもったいなくね。これガンガン稼げる系の映画だと思うんだけど。<laughs> そう。うん,んちょっと待って、上映スケジュールを確認しよう。 そう。こう、これこそあの、2ヶ月ぐらい、ってか3ヶ月ぐらい、えっ、ー、と、上映しててもいいんじゃねえのぐらい、ほんとガンガン稼げる系の映画だと思うんだけど。え、え、2日間だけってことはないよね。そう、そんなバカだ。うん。たぶ分ぶっちゃけ、割スピードスピードで全然稼げる映画だと思うんだけど。え、どうなのえっと、20日。そう。 20日一日22日あうそうねそう22日以降もやってるねそうそうねはいえっ、ー、と22日以降もデー1そうデー1とデー2があってデー1とデー2で楽曲が違うんだわ そう。なので、えっ、ー、と、皆さんね、あの、見に行くときは、あの、えっ、ー、と、特にファンの皆さんはね、あの、そんな間違うことはないと思うんですが、デイ1とデイ2があって、何より楽曲が違うってことを、お間違いなく、そんなわけですね。えー、とイケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画、今年も今年もね、絶好調ですね。そんなわけです。ぜひ。そう。まあね、私はあの、あとアニメキャラクターのイケメンにね、ぞっこになることはないんだよな。まあ、そもそも若い、 キャラクターに、あの、感情移入できないみたいな。<laughs> どっちかとコナン君の世界だったら小五郎さんの方が好きみたいな、なんのね。はい。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、次は、6月16日 XA のお話をしていきたいと思います。はい。まあ、あついに噂はありましたけど、ついに発表されましたね。はい。秘宝です。残念なお知らせです。 一部映画館では、えっ、ー、と、6月1日から値上げということで発表されているところもありますが、T.Joy 長岡も6月16日から、えっ、ー、と、値上げになります。まあ、だいい100円。まあ、一律100円アップですね。はい。まあ、今までに一般上映が、えっ、ー、と、1900円だったのが2000円。 そう、シーニアが、えっ、ー、と、千二百円だったのが1300円。レイト書が1400円だったのが1500円。で、水曜日サービスでが1200円だったのが1300円。で、えっ、ー、と、 まあ、そのとそんな感じなんですが、ファーストでも100円アップですね。ただ、12月1日の映画の日に関しては1000円ということで、12月1日の映画の日、またお得感が上がりましたね。ただね、12月1日、すっげえ混むんだよそ <laughs> して、ね、あの、去年の、てか、去年の12月1日はね、なんと1日で6本見たような気がする。 うん。まあでもそれはおすすめしません。6本も見るともうね、内容がもう全然わかんない。<laughs> 見たっていう満足感だけ。そう。まあ、そんなわけでまたちょっと上がってしまうんですが、まあ、こんでもあってもしかしてもうほんと、バン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 ってまあいろんな映画を詰め込んできたんじゃないかなとも思わないでもないんです。そう、どうですかね。まあ私がね、あの、記憶にある中だと私、 は、えー、っとね、自分でお金払って映画を見たって中だと、まあ、1400円ぐらいで見れた頃を、うん、一般価格は1 4 0 0円ぐらいで見れた頃をなんとなく覚えてるんだよね。そう。まあ、あの、うんと、T.Joy 長岡がこの値段、うん、まあまあ、だいたいこれが一般的な値段だと思うんですが、まあ、劇場によってはね、2番館3番館2番館3番館というのは、あの、一番公開日があって、 でまあ、メインの結構書きがあって、まあ、それから、あの、流れてきた作品、そう、ちょっと後になってから、あの、えっと、上映してる映画館っていうのが、まあ、2番館とか3番館っかあるんですけども、まあ、新潟県もね、えっと、2番館、3番館の映画館ありますので、そういうところはね、もうちょっとね、安く見れるんじゃないかなと思っています。うん。まあ、毎週毎週映画ね、えっと、ほんと10本、20本、えっと、最新作公開されているので、 まあね、シねこんだけ追いかけても全部の映画が見れるわけじゃないんですが、まあ値段が上がってしまうという副評,評でか批評を、まあ6月16日ぐらいまで毎週毎週ちょっとずつ喋っていきたいと思ってます。そんなわけで今日も、えっと、5本、ガだっと喋ってきましたが、えっと、終わりの時間が近づいてきました。 はい。毎週金曜日。まあ、先週はね、ちょっと事故があって、えっ、ー、と、Facebook 長岡市グループに投稿しきれなかったんですけど、毎週金曜日に、えっ、ー、と、まあ、ぐだぐになろうが、グダグダだなりながらでもやってきたと思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい。まあ、ついででなんですが、えっ、ー、と、なかなか一人でやるの大変で、まあ、苦しい時もあるんです。はい。あの、一緒に協力してくれる方がいらっしゃったら、ぜひね、えー と、ご連絡ください。はい、コメント欄でも、まあ、週1回ぐらいしか見てないんですが、コメント欄でも、えっ、ー、と、よろしいですし、えっと、まあ、フェイ e b o ページからね、私のフェイスブックページからメッセージいただいても構いません。が、ただね、基本的に Facebook 関わってないので、えっと、まあ、返信が遅くなることだけはお許しください。その中で、えっと、また来週15日、 15時に配信の予定です。配信元 YouTube ポッドキャストチャンネルヒルビリウス放送局、えっ、ー、と、マコネーでした。また来週。バイバイ。